最強サワー、最強つまみゲー。いや、疲れたガチで疲れた。いや、今日はこちらでやっていきます。濃いめのレモンサワーの素業務用と、自分が一番おすすめの天然水スパークリングもっと搾りたてレモン。レモンの爽やかな香りにこだわり、もっと搾りたてレモンのような味わいが楽しめるようになりました。なりましたかじゃない、なりましたなんで、なってます。これで、これどうするかっていうと、少し飲みます。このぐらい飲みました。で、キャップ手前まで、飲み口の手前までこの業務用を、注ぎ込みます。いや、今日は疲れた、ほんと。すんで、これはキャップ、これね、まあ、たくさんあると思うじゃないですか。すぐなくなっちゃうんで。死ぬぞ、お前。まあ、どうすか。まあ、二つなんだろうな。で、このまま飲みます。これはね、これ、いや、ペットボトルで飲むことの良さはね、やっぱり、どこでも飲める。良さあるんで。簡単に混ぜられるしね。これ完成です。これはうめんだ。んで、過去に紹介した金のカニトマトクリーム、濃厚なカニの旨み。こちら。5分30秒。だから6分かな。5分40秒、50秒。どうしたいんだ。少し開けるのか。少し開ける。400円の冷凍食品一食400円の冷凍食品もの。とりあえず5分30秒でいいや。卵入れようかな。で、残り1分30秒のところで卵入れようかな。では、いただきます。これがうまいんだ。で、ゼレンスキー大統領の演説を、その細かくね、翻訳した方がいまして、その内容が素晴らしいっていうのと、あと早く侵略戦争してるロシアが撤退するようにね、したいと思うので、まあ、あの翻訳を沢谷にやってほしいなって思ってます。ゼレンスキー大統領の演説を翻訳した、詳しくちゃんと翻訳した文章を沢谷に読んでもらいたいなと。沢谷今国内いるんか。やっぱりちゃんとね、ウクライナにゆかりのある人が読むべきだと思う。あと人気の YouTuber だからもうヒカキンとか読んでほしいわ。バンバン読んでね、メディアがねタコ殴りにしないといけない。本当にこの殺戮、虐殺の戦争は止められん。みんなが、全世界のメディアがロシアをタコ殴りにしないと終わらん。本当に終わらん。
不思議でしょうがない。今なぜまだ身のない戦争をやっているのか。身のないね。もう分かった。分かってるはずなんだ。やっても意味がない。やったところで、占領したところで、征服したところで意味がない。分かってるはずなのに、なぜ、まだ撤退しないのか。バカか。いや、まあ、バカなんでしょう。そうとしか言えんか。2分50秒。1分30秒で卵入れるか、2分、残り2分で卵入れるかな。卵入れる理由、どうしようかな。ちゃんとあれだな。いや、卵入れよう。関係ねえわ。うん、絶対うまくなるのは確定的なんで、あとはどのぐらいで入れるかだけなんだな。どのぐらいで入れるか、2分で入れようか。2分で入れるのがちょうど良さそうな気もしないではない。2分で入れて、2分30秒ぐらいやろうかな。うん。まあ、その辺がちょうどいいかな。今現在こうなってます。で、今から2分30秒またレンチンしていきますが、ここに卵を入れます。おほう。で、2分30秒レンチン。まあ、バカしないでしょ。まだ、下も温まってないから。よっ。まあ、あとは、カトデンリングが、今日最終回なのか、やるとは言ってないし、今日は木曜だから、ピザラジか。うん。今日はない、ないですね。なんか、エルデンリングのラスボス、すごいらしいですね。あの、誰が考えたんだっていうレベルの、激ムズボスが出てくるらしい。さすがに、セスタスじゃ勝てないかもしれない。そうなんだよね。あの、ダダーン倒した時はね、あれはね、ちょっとさすがにないなと思ったのが、あの、正規の倒し方じゃない、あの、仲間を頼って倒すっていうやり方じゃないので、まあ、ラダン6時間かかって倒したのはすごかったけど、あれをどう思うかなんですけどね。あれはね、ダメだと思う。ただ、あの、この前のベルセルクに出てくるガッツの進化系みたいなの、あれ倒したのは、セスタスで倒したのは、あれは、フロムソフトウェアの、考えている中、つまりその、ちゃんとしたルールのもとで、セスタス選んで倒したから、あれはありだと思う。で、実際3時間ぐらいかかったのか。あのやり方は、まあ、あの成功法だと思うんで、全然、自分の中ではセーフです。ただ、ラダンは、自分の中ではないなと思った。まあね、あ、自由だからね、基本的に。しかも倒せたしね。6時間かかったけど倒せたからね。
だからまあいいんじゃないかな、どっちにしても。でラスボスですよ、加藤純一のことだからラスボスもセスタスでいくんじゃないかな。残り2秒、1秒、0秒、よし、食べましょう、食べましょうや。結果6分チンしたな。金のカニトマトクリーム、濃厚なカニのうま味、今日のつまみです。あー、こうこんな感じ、半生、まあちょうどいいと思うけどね。なんだかんだ言って6分レンチンしたんで十分。まあ本来のこの冷食の味を味わうっていうのもいいんですけど、多分卵を加えることでさらにまろやかな味が楽しめる、まろやかをプラスする、まろやかがプラスされる、絶対うまくなるこっちの方が、確信のもとやってるから、まろやかプラスがうまいこと やってくれるはず。2分30秒レンチンもね、当たりだわこれは、ようできた。うん、いい具合にベストタイムだ、ベストな調理時間。あ、パンがあったらいいな、パンないんですけど、これ食べ終わった後にパンつけて食うっていう。よっ、サメデブ御用達の食べ方がある。ほう、まあ言うてデブですからね、痩せんといかんぜ本当に、今年は痩せようか。うまそう、いただきます。これマジでうまそう。なるほど、カニトマトクリームで卵が入ってマイルドみたいな、もともとの味がマイルドだから、卵入れなくてもよかったかもしれない。うまい、味付けは甘いですね、甘い味付けですこれは。だから甘いパスタ食べたい人はいいかもしれないけど、そうじゃない人はあんまりおすすめしないかもしれない、甘いパスタ。あ、甘いのは卵入れたからじゃないんで、甘いの好きな人はもうおすすめ。まあカニ好きな人はどうだろうね、甘さがね先に来るわ。美味しいけど甘いんだよな。
ああ、また。で、レモンサワーを、濃いレモンサワーを飲むと。まあ、これから、あれですね。みんなで撮ろう、アルバトロス。二段階確認打法実況プレイやりたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。次回の最強サワー、最強つまみもよろしくお願いします。失礼します。